そこという形でえ今日はですねまあサムネにもある通り3月、えー、23日ロッテ対 d n a 練習試合佐々木朗希投手まあ今季実戦2度目の登板っていうところをね観戦した結果というところで佐々木が思うこと語っていきたいと思いますさあということで2回ね10人の打者に、えー、40球被、えー、安打に四死球に、えー、失点にという形でまあ 最速154キロ。で、まあ、アベレージで150キロというところでね、え実戦。一軍の場所で言えばね、もう開幕するんで、えー、最後の登板に、えー、なったかなっていうところはありますけども、まあ、そのね、いろいろの中で見た結果っていうところで言うとですね、正直ですね。 ま、この、前回ね、3月12日に、中日戦のオープン戦に、一1イニング投げて、ま、日曜日投げる予定がですね、雨で中止になって、この23日、火曜日で、練習試合、急遽決まって、先発と、二2イニングということになりましたけども、ま、中10日でね、当番というところで、かなり正直良かったんじゃないのかなと。やはりあの、ま、正直ですね、今は、抑えたとか、打たれたとか、球がどうとか、こうとかっていうところはですね、 正直、まあ僕自身の個人の感想で言えば、まあ求めてないっていうね。やっぱ今一番大事なのは、コンスタンスにどこまで間を空けないで、実践経験をどこまで積んで投げれるかっていうのが、 まあ一番大事なんじゃないのかなと。というのと、プラス、そこが一番、まあ見てみたいっていうところもあったんで、まあ実戦登板で言えば、まあ昨年1年間、まあ1軍2軍含めて、公式戦で試合投げることなく、6月にね、1回シートバッティングで投げて以来、ほぼ表ではね、ピッチング、打者への投球っていうのが全くなく、2021年になったと。で、まあキャンプもね、スロースタートとなって、紅白戦ともに出場する機会なく、12日に初登板。で そして、次いつ投げるのかなっていうところでね、またそれ投げれるのかな、回避するのかなっていう中で、まあ中10日でね、この登板できたっていうところは、まあ非常にね、前進する部分はあるんじゃないのかなと。まあその登板した中でね、ランナーを置いた場面とか、セットでホームが乱れるとかっていうところはね,ね、あったとは思いますけども、まあそれはね、これから、まあおいおいね、身につけていけばいいことですし、まあ、 多少気になったのは、左肩の開きが早い時っていうのは、コントロールを乱しやすいっていうか、まあ右手がね、体から大きく離れていくなっていう印象もありましたし、左肩が開きが抑えられて投げてる時っていうのは、まあバランスよく投げてるなっていう印象もありましたし、セットの場面でも、クイックもしっかり結構できてんじゃないのかなっていう印象あったんで、こっからまあ練習して積んでいけばね、クイックが遅いなっていうイメージも、ちょっとなくなるかなっていう印象もあるので、まあいい傾向もまあ見れたんじゃないのかな とまあ、全体的にねコントロールっていうのはアバウトでばらつきねかなりあったかなと思いますけどもまあ先ほども言ったようにね今現状を考えるとね結果っていうねよりもこの投げれてるっていうね ことが非常に大事なんじゃないのかなと。まあ、ここからね、今年はね、2軍に行っての調整に、えー、なってくると思いますけれども、まあ、井口監督のね、コメントでは、まあ、100球ぐらいは投げれないと1軍には上げてこれないっていうね、コメントになってますけども、まあ、試合で100球っていうことは、まあ、クワさんがね、えー、巨人のキャンプで提唱してましたけども、まあ、135球っていうのを、 まあ、ブルペンで投げれるぐらいになんないと、試合でも100球投げれてこないと思うので、まあ、そういった面でもね、その、まずは1試合。 とか、一回の投球練習においての、球数をブルペンで増やしていくっていうところもありますし、まあ、それができるようになってくれば、おのずとね、二軍でも先発しても、球数が投げれてくると思うので、結果どうのこうのっていうよりも、そういうね、投げるスタミナ、まあ、登板感覚を空けないで投げていけるっていうね、ところが、まあ、重要になってくるのかなと。まあ、そういったところがね、まあ、前回の12日の登板から踏まえて中10日でね、見れたっていうのは、まあ、すごい、ポジティブな、情報だったんじゃ、 ないのかなっていうところもありますし、まあその急速がね、アベレージ150っていうところは、まあ正直そこはね、もう想定の範疇っていうね、まあ折り込み済みっていうところもありますし、まあそれぐらいはね、普通にできるでしょうっていうね、思いも、えー、ありますから、そういった面でもね、今後、 まあ、どうすかね、今年、え、オリンピックが開催されれば、オリンピックね、中断ありますけども、いい形でいけば、ローテーションっていうのは今年ね、難しいとは思いますけども、当番1回とか、え、中何日も開けてっていうところを考えると、まあ、うまくいけば、オリンピック、 明けぐらいにね、一試合登板できるチャンスっていうのはね、まあ順調にいけばあるんじゃないのかなっていうようなね、えー、試合ないように、えー、見えましたね。まあ今後もね、裏になかなか行って見れる機会はないと思いますけども、まあいい機会があればね、えー、まだチャンスがあれば見てみたいと思いますし、まあ二軍の試合もね、えー、最近ネット中継などでもね、放送してますから、そういったところでもこまめにチェックしながら成長をね、えー、楽しみに見ていきたいなと。 思いますもう一つの、えー、球界情報で、えー、気になるところで言えばですね、えー、日本ハム、清宮幸太郎内野手、開幕2軍スタートが決まったっていうところでね、まあ、故障以外では初めて、千葉鎌ヶ谷での全体練習後、えー、栗山監督が明かしたということで、まあ、オープン戦がね、打率1割6分7厘と、まあ、昨年もね、1試合、1年間通して1軍での成績もそんな振るわなかった中、まあ、栗山監督は、開幕スタメンじゃないんだったら、ベンチに座ってる必要ないと、 え、すごく頭が混乱しているバッティングに見えると。自分を固めてから勝負すべきと。えー、一軍最小格の条件は二軍戦で打ちまくるしかないっていうね。ところを、ま、日韓スポーツがえー伝えてますけども。えー、ま、これもかなり僕はポジティブな情報なんじゃないのかなと。やはりま、ここはね、一回、え、二軍で、もう一回、え、しっかり結果を残して、一軍に上がっていくっていうプロセスを踏んだ方が、本人のためでもね、 あると思いますし、そこはゆくゆくはね、チームの日本ハムのためにもなるんで、この2軍、えー、に行って、 えー、もう一回そこで結果を残して、一軍昇格に向けてチャンスを掴んでいくっていうところはね、まあ正直、まあ当たり前のプロセスではね、個人的にあるとは思いますけども、まあ日本ハムのね、他の若い選手たちも、このね、清宮二軍っていうところで、まあ思うところもあるでしょうし、チームにとってもね、非常に良かったんじゃないのかなと。僕はさずだは常々言ってますけども、まあ一軍っていうのはね、まあ育てる場所じゃないと。 しっかりね、2軍軍でで育っってて結果を出して1軍ではまあ、そういった面でもね、まあ、さすがにっていうところもあってね、2軍スタートっていうね、情報が入ってきましたけども、まあ、こちらはね、非常に良かったんじゃないのかなと、まあ、ポジティブなね、情報として、清水選手がね、ここからしっかり2軍でね、もう一回、0から1から練習して、えー、そこで2軍戦でね、しっかり結果を出して、自信を持って1軍の場に上がって、大きくね、同い年の 村上選手に負けないようなねポテンシャルっていうかね実力はね持ってると思うんでまあ、そこをね期待上げて石君に帰ってきてねさらなる活躍っていうのをね、えー、期待したいなと思いますねえー、そして変わってですねこちらは 中日、ネオ選手、初の開幕一軍がね、決定というところで、ヨダ監督がね、明言しましたけども、まあ、オープン戦もね、確か2割5分ぐらいかな。まあ、最後ね、いいところでも打ったりして、躍動しましたし、まあ、レフトっていうね、ポジションが競い合うっていう形になってますから、そういった面でもね、ひょっとしたら開幕スタメンっていうね、ところもあるかもしれませんけど、こちらはね、ロッテ、藤原とネオと、そういったね、若手の今年の期待株っていうところがね、 まあ、あるっていうところもあるんでね、まあ、こちらはね、まあ、開幕1軍で、まあ、どのようなね、実力を発揮するのか。 どういうプレーを見せるのかっていうところはね、まあ中日にはね、個人的に大きな期待を寄せてるところもありますし、そういった面ではね、このネオ選手の自分での活躍っていうところもね、楽しみにしたいなと。まあこういったね、いろんな選手の立場でね、オープン戦、ここまでね、キャンプオープン戦と送ってきたと思いますけども、まあ今週末ね、いよいよ開幕っていうところでね、まあ最初だけっていうのはね、意味ゃないんで、まあ一年間ね、どう戦うか。 一年間、トータルでね、どう戦うか、決してね、開幕当初、出遅れたとしても、えー、しっかり一年間戦えるものを持って、トータルで活躍できればいいですし、えー、逆にね、最初、いいスタートを切れたとしても、尻すぼみでね、終わってしまうと、元もこもないんで、まあ、若い選手、ベテラン選手ね、たくさんね、勝負かけていくと思いますけども、まあ、今年もね、プロ野球、素晴らしいところが、見せてほしいですね。まあ、これからもですね、えー、気づいたことがあれば、こういうふうにですね、そこをという形で、いろいろ、思うこと、伝えたいこと、語っていきたいと思います。ということで、 以上、佐々木智也の気になるプロ野球ニュースでした。